幸せって何ですかね、選択肢が多いことかなって私は思うんですけどもね。お金があると、じゃあお昼ご飯食べるときでも、300円の定食でもいいし、500円のランチでもいいし、3000円のビュッフェでもいいと思うんですよ。お金があるとね。でもお金がないと選択肢ってだんだん狭まってくるじゃないですか。であとプレゼント、この時期に考えられる方多いと思いますけども、彼女の一番欲しいプレゼントを買える人と、 それは無理なんでこっちで我慢してねっていうプレゼントができる人と選択肢っていうのは幸せの幅を決めるんじゃないかなと思いますよねまたですねできれば一軒家に住みたいけどお金がないんで賃貸の 2DK に住んでますいや 2DK が好きで住んでるならいいですよでも本来はこうしたいのにできないからこっちっていうふうに我慢してるとすればそれは幸せの幅を狭めてるってことになると思うんですよ その他、勉強が得意だったら、自分の進路、いろいろ決めれます。選択肢は無限に広がっていきます。でも、勉強してないと、自分のできる範囲のことしかできなくなってくるんで、結構きついですよね。で、しかもその、できる範囲の、まあ、レベルって言ったら失礼ですけども、あえて言いますけども、選択の幅の低い、レベルが低いところにいる人ってのは、全体的な人数からして一番多いんですよ。だから競争も激化します。でもですよ、 レベルの高いところに行ける人って少ないんで競争は緩やかなんですよね。でしかもそういったところにいる人ってお互いに協力しないと自分を高められないってことを知ってますから足の引っ張り合いっていうのがなくって励まし合いとか助け合いがそこにはあるんですよね。でもどうでしょうかね。自分が生きるので一生懸命な人っておにぎりがポンって1個置かれた時に5人10人100人で取り合いませんかでも 3人ぐらいしかいないところにおにぎりが100個あったら、あ、どうぞどうぞ、もう食べられないんでどうぞどうぞみたいに譲り合いが始まりませんか。で、その3人でも食べられないときは、他に欲しい人いないですかねって、あ、あそこにおにぎり1個取り合いしている人がいる、あそこにあげようみたいになっちゃうんですよね。その逆は起きないわけですだから私は幸せは選択肢の幅なのかなと思いますよね。そして今、選択肢の幅を広げることができる時代です。麻雀店しかできなかった人が、今は 人のクラウドファンディングに協力したりなだったら事業に寄付したりそういうこともしてるわけなんですよね。麻雀店からどこまで行くんでしょうかどうなっちゃうんでしょうかいってらっしゃい。